みなさんこんにちは、大好きシーサイド始まりました。イエーイ。第15期シーサイドイメージガールのようこにゃんこと川村ようこです。今日一緒に番組を進めてくれるのは、はい、同じく第15期シーサイドイメージガールのまみちゃんことわにかわまりです。今日はこの2人でお送りします。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとね、2人で寂しいけど ね最近3人で並んだことないよ。私久しぶりにお台場で今日放送来る。どういうこと？あ、大好き大好き久しぶり、久しぶり、うん、だって今なんかね、メイン MC 半年ぶりとか言って、そうそうそう、ちょっと盛りすぎでしょって言ったんだけど、いや結構ない、本当に任されないもん私。東京タワーの大好きとかはよく行くんだけど、いいなぁ、うん、私来月正式に初めて、あ、本当に一回誰かと変わってやったことあるけど、うんうんうん、初めて行く、うん、多分だって来月最後じゃん、きっと。そうだよね、ラストよね。もううちらも卒業だよねえ、早かったね。まあ、それは最後にとっとこ、まあ、そうだね、親身になっちゃうから、親身になっちゃうからね、うん、ね、まあまあまあ、まあ、今はねいろいろねアナウンスしたいこともあるけど、とりあえずそうだね、まあ、最近のことをねちょっと話そうか、うん、何？最近は何？雪降った。雪、うん、ね、急に寒くなった。どうですか皆さん。昨日散々雪の話したんだけど、うん、ラジオ、うん、結構うちラジオと大好きが重なってたりするの、うんうんうん、いつも同じ会話 するからなんか、ね、どっちも見てくださってる人、なんかまたお前同じ会話してるって思わないでください、うんうん、飽きないで聞いて帰って、飽きないでね、うん、雪ですね、雪ですね。今日めっちゃいい天気だよね。でもうん、でも寒かった。寒かった、うん、寒かった。手袋までしてきたもん私。それはちょっとな、そんな寒くないですよ今日。いや寒いから、最高気温13度くらいまであったよ今日。嘘、嘘でしょ。本当よ。え、でもこの前は2度とかだったよね。うん、やばいよね。やばいね。寒かった。そう、でも土曜日行ったんですよ、水曜日に、うん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 、前日に行って本当に雪降んなくてよかったなって話をしたんだけど、うんうんうん、そこに、鳴沢氷結ってあの氷の穴って書いて、うん、分かる、行ったことあるよ、天然記念の、うんうんうん、あそこは0度だったのね、の氷があるってとこが、うんうんうん、私たち今から冷蔵庫に向かって歩くみたいな。冷蔵庫もっと寒いんだろうけどね。まあね、0度ってやっぱ寒いね。やばい寒い。河口湖とか行ったんだ。じゃあそう、河口湖と山中湖、うん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 、となんかほうとう食べて、うん、山梨のね、うん、今日の料理を、最後は運転を任せて、うん、あのワインを試飲して帰ってきた。ボジョレ飲んだ。ボジョレは飲まなかった。なんか甲州ブドウ、ブドウを使った、だからワイン、うんうんうん、友達が買ってってたけど、へえ、うちはいいやって。私はね、ボジョレを解禁しましたよ、もう。おー、いいね、解禁しちゃった。いいな、いいな、ボジョレ。でしょ、うん、へぇー。あれ、富士山は見えた？富士山はね、見えなかった。天気悪かったの、すごく。あ、そうなんだ、うん、雨降んなかったけど、天気悪かった。そっか、富士山ね、なかなか見えないからね。今日すっごい綺麗に見えました、地元から。あ、ほんとに。もう、ほとんど雪、うん、積もってた。富士山もね、雪化粧してね、今綺麗だよね、うんうん、やばい、MC、メイン MC 慣れてないでしょ。そう、だから私、MC 任されないから、いつも喋る役だから、ちょっと助けて。すごい目がね、助けを求める目をしてるんだけど、どうして。いや、大丈夫だから、あ、安心して。にゃんちゃんは最近何が。私はね、最近は何してただろう。最近はお布団にくるまってたかな。くるまってた、ずっと。え、ニートってやつ。いや、ニートじゃないけど、なんか寒くて本当に布団から出られないってやつ。寒さダメなの。寒さダメ。だから今日もこんなそう、もこもこもふもふの服。なにこれ、かわいくない？何かこぶってんの。いや、かわいくぶってる。まあ、あとは、うん、まあ今日ね、番組後半で皆さんにお送りする、うん、動画を一生懸命作ってました、うん、引きこもってね。いいじゃん、いいじゃん。まあそれはちょっと後でに置いといて、置いて、置いててね。そうそうそう、まあ、ね、いろいろね、そういういろんなことがありましたが、ありましたが、うん、今日はこの2人でお送りしますので、はい、よろしくお願いしますね。今度は私ですが、まったり、まったりだね。昼間だしね。そう、なんか珍しくそれまったり進めちゃう。そう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 、
すいません、今日は番組の放送時間がいつもと異なってしまって、ね、いつも見てくださってる皆さんにもご迷惑をおかけしますが、どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。それではここで番組インフォメーションをワニちゃんお願いします。はい、この番組では毎月25日発行のこちらのフリーペーパー東京シーサイドストーリーをもとに、私たちシーサイドイメージガールがお台場や臨海地区のイベントやファッション、グルメなどお得な情報を、たくさん皆さんにお伝えします。はい、東京シーサイドストーリーとは、お台場臨海地区の情報を紹介している産経新聞社発行のフリーペーパーで、ショッピングやグルメ、イベント情報がたくさん載っています。湾岸エリアのマップも載っているので、とっても便利です。こちらです。はい、そしてこのフリーペーパーはお台場地区の各施設や臨海線、ゆりかもめの各駅、さらに東京タワーにも置かれています。また iPhone アプリ、お台場エンジョイアプリがリリースされています。お台場のショッピングやグルメ情報、さらにはイベント情報を見ることができます。 iPhone を持っている方はぜひお台場エンジョイアプリを登録してください。 App Store でお台場とアルファベットで検索すると出てきます。そしてお台場テレビもスマートフォンアプリがリリースされています。こちらは iPhone アプリと Android アプリがあります。こちらもぜひダウンロードしてみてくださいね。どっちも無料です。イエーイ。すごい鼻声で変な感じですか。大丈夫？すいません、うん、番組内でイベントを情報をお店紹介を出しますので、インフォメーションしたい方はぜひお問い合わせください。はい、お問い合わせはアドレス seaside@odaibatv.jp、シーサイドアットマークお台場 TV.jp までメールでお願いします。お願いします。すいません、なんか鼻声でした。大丈夫？はい、大丈夫です。風邪気味なの？ちょっとだけ寒さにやられたっぽいです、ね、最近なんかインフルエンザとかももう入りましたから ね、 ね、皆さん気をつけてください。ね、ただでさえ声低いのにどんどん低くなっちゃうからさ。何ガラガラで弾く、何そうガラガラで、そう、あ、ね、なんかあやなんとかだとさ、まあ、元からそんなに声が高くない子だからいいけど、あ、昨日なんかリ・サイレーズさんと歌詞だったから、うん、声が高いからさ、私もう必死。二人ともキャピキャピしてるからね。キャピキャピしてるじゃない、ね、可愛らしいから。でもなんかさ、ツイッターにさ、なんかワリちゃん天使じゃなくてなんか書いてあったよね。マリちゃん、メルヘン、メルヘン、そう、そう、びっくりした。あのお台場そうで、あのお台場 TV のツイッターで昨日なんかラジオしましたって写真をね、うん、アップされてて、マリちゃんメルヘンって書かれてて、そう、どうしたって思った。どうしたって思った。何があったのって思って、びっくりした。ちょっと22年生きて初めて言われました、そんな単語。なんでメルヘンになったの？あのポーズじゃない、謎のこの、あ、ポーズ、ポーズ、いや全然伝わってこなかったけど。え、ほんとよ、ひどい。伝わってこなかった。嬉しかったんだけど、あれ。いや、うちどっちかというとあのワニポーズの方が気に入ったんだけどね。ワニポーズね、うん、昨日なんか楽しくていっぱい写真撮ったもん。楽しそうだった、見てて、うん、うん、楽しかった。いいな。はい、はい、それでは続きまして、シーサイド地域のイベントやお得情報の紹介です。こちらの最新のシーサイドストーリー、たったらーん、12月号からご紹介します。はい、さてではワニちゃんから。私から行く。はい、紹介をお願いします。なんか最初って嬉しくない？そうだね、やり放題。そうだね、もう出たばっかりのね、最新号ですから。はい、じゃあ私は6ページ6ページたったらーん、6ページ。え、もう皆さんゲットできるね、あのね、これもう、うん、もうできちゃうよ。そう、25日だね。うん、はい、こちらアクアシティお台場のこのイルミネーションのところからいっぱい盛りだくさん情報出ております。じゃーん、アクアクリスマス2016、パチ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 。でももう25日までやってる予定なんですけど、うん、なんか今年のクリスマスシーズンは深海のクリスマスと題したイルミネーションがお迎えします。まばゆい光を放つ深海のクリスマスツリーはミリーゴーランドのように光が回り、さらにクラゲたちが、クラゲだって仲間を集めてパーティーを楽しむ、歌うように光を放ち踊ります。うん、で特別に12月11日の日曜日まで、特別に映画ファンタスティックビーストと魔法使いの旅の世界観をプラスした映画コラボレーションバージョンの
ツリーが登場します。へえ。さらに12月12日月曜日、その次の日からはコカ・コーラとコラボしたツリーも登場します。へえ。もう盛りだくさん、うん、コラボすごい。そう、コラボだらけ、コラボだらけ。メインはクラゲです。うんうんうん、クラゲ深海をメインとしたイルミネーションに、11日まではファンタスティックビーストの魔法使いの旅、次の日からはコカ・コーラ。え、ここコーラあるもんね、お店ね。うん、あるよね。そうだよね。うん、時間は11時から23時、うん、まああくまで予定なんですけど、うん、場所は3階アクアアリーナや女神のテラスなどなどです。イルミネーションショーは12時から10時、うん、お昼の12時から夜の10時まで、うん、毎回30分おきに各回約3分間って感じだそうです。へえ。ちょっとね、ちょっとインフォメーションすると結構長いんですけど、うんうん、まあ30分おきに3分間くらいありますよという感じですね。ちょっと詳しくは本当それこそこれをご覧になってください。はい、ぜひお手に取ってください。でもさらにさらにフォトスポットがあるらしくて。なになに、フォトスポット、うん、海中オーケストラ、うん、まあ、これはもうちょっと長くて2月14日までなんだけど、うんうん、なんかあれですね、いつも夜景が見えるあの女神のテラスに、うん、イルカやウミガメ、クラゲがバブルで音を奏でる海中オーケストラが登場。夜にはライトアップし、自由の女神とのレインボーブリッジを背景にペットショットが撮影できます。これ撮りたい、うん、なんかね、これすごいよ。家族連れとかも良くない、うん、本当に女神様のおバックに、そして後ろにはさ、レインボーブリッジも見えてるしさ、ね、絶対これいいですよ。これはおすすめ、フォトスポットですよ、うん、行ってください。しかも2017年の2月14日まで、うん、いいよ。全然 ね、まだまだ先までやってます。これはね、レインボーブリッジはね、ほら、うん、期間限定とかないからね。そうだね、いつも綺麗だから。うわ、いいね、これいい情報聞いちゃった。などなどです。ぜひぜひアクアスティオダイバへ、はい、お越しください。はい、ではでは、私からはちょっと期間限定になってしまいますが、はい、5日、あ、間違えた、5週連続開催お台場レインボー花火ということで、じゃらーん、まず3ページとですね、ページが2つあるんですが、まず3ページですね、はい、お台場レインボー花火2016、ヒュードカーン、12月3日土曜日、そして12月10日土曜日、全部土曜日だよ12月17日、12月24日、31日、全部土曜日ですね、の19時からお台場の自由の女神像の沖より打ち上げます。まあ、約ね、10分間やるそうなんですけれども、ちょっとね、天気が悪い場合は中止になるそうです。あらら。でね、そのページ、あのね、同じ内容がシーサイドストーリーの4ページにも載っています。お台場レインボー花火2016ということで、今年もお台場レインボー花火2016を開催します。冬場のお台場はクリスマスを意識したイルミネーションにより幻想的な雰囲気に彩られます。ぜひこの機会にお台場にお越しいただき、イルミネーションと花火で楽しい一日をお過ごしくださいということで書いてあります、うん、ね、打ち上げの何パンパンの数たます、うん、そう、パンパンの数が1日で約1800発、うん、だってすごくない？結構もう普通にいいよね、結構いい規模だよね。結構規模的にさ、なんか野球のさ、うん、あの優勝のパンパンレベルじゃなくて、ちゃんと上がる、ちゃんと上がるレベルだよ。すごくない？うん、うん、いやいや、しかもさ、31日までやってんだよ、うん、すごいよね、大晦日の日までやってんだよ。大変だね、この人たちね、うん、花火職人さ、大変。クリスマスもやってるし、大晦日もやってるしね、うん、だから12月の、ね、そうか、今年はさ、それこそイブに上がるんだよ、クリスマスイブに。そうすごいね、だからすごい。12月のね、各土曜日は、うん、このぜひお台場のレインボー花火をぜひご覧ください。見るしかない、これは見るしかないよ。私去年見た気がする、これ
ここででしょ。うん、ここで見た。カッシーからも聞いたよ。あ、本当に。ちなみに私たちも見たよ。あ、マジか。だって私たちもだって大好きも土曜日ですもんね。そうそうそう、このね収録が土曜日だったから、そうそう、その時にこっから見ました。まだこんな感じで、はいとか言ってたりして、分かんない。ニャンジャーも最初がそうじゃなかったかもしれないですけど、いやいやいや、私たちのチームは結構そうだった最初から。私も、はい、よろしくお願いしますみたいな感じの時にここから見てました。ね、うん、そうそう、初々しかったね。初々しかったですね。まあぜひね、レインボー花火ご覧ください。お願いします。はい、じゃあ次ワニちゃん、はい、ご紹介お願いします。ちょっと今回はね、もうイルミネーション的な感じで行こうと思う。うん、そうだね、うん。もう12月だから。なんか紹介してほしいな。なんだろうね、冬にイルミネーション楽しむって文化は。なんだろうね。この間、私、うん、まあ、ちょっと最近あったことなんだけど、それね、東京ドームシティにちょっと遊びに行って、うん、そこもイルミネーション綺麗だからと思って行ったんだけど、うん、なんかまだ暖かかったの少し、うんうん、そしたらなんかね、まあ綺麗だったんだけど、うん、うーんって感じだったの。やっぱ寒くないと楽しくないの。そういうこと。寒いって言いながら、あ、でも綺麗っていうのがいいのかなと思った。そんなに寒くなくて、なんか、あ、綺麗で終わっちゃってる。そう、謎だなって思いました。まあでもね、やっぱ冬だからこそイルミネーション楽しめるかもしれない ね、 うん、だね。ということで、イルミネーション的な感じで19ページですね。はい、はい、東京ビッグサイトのイベントです。こちらですね、有明冬フェスプロジェクションマッピング&花火、株式会社東京ビッグサイトでは東京国際プロジェクションマッピングアワードボリューム1に合わせて有明冬フェスプロジェクションマッピング&花火を同時開催しています。この写真にもあるように、これがプロジェクションマッピングですね。あ、で、そう、これが花火、一緒に見れるということで、うんうんうん、ビッグサイトのプロジェクションマッピング映像と花火がシンクロする迫力満点のショーで、さらに、うんうん、温かいおしりこやスープなどを振る舞うおもてなしスタンドを設置します。そうです。日時は12月17日の土曜日。土曜日なのこれ。よくそう、うん、さっきのさ、さっきと一緒だよ。さっきの花火も見られちゃうわけですね、うん、すごいですね。すごい。時間は、プロジェクションマッピングが4時半から、夕方の4時半から、花火の打ち上げが、18時10分から、うん、約5分間を予定しています。おしるこなどなどの振る舞いも、4時半から16時30分から行われています。だからプロジェクションマッピングは16時半からやってるから、花火の6時10分に間に合うようにまず行って、うん、これを見る、花火と一緒におしるこを食べる。じゃあビッグサイトからちょっと移動して、うん、お台場のこっちのアクアシティの方に行って、そうだね、さっきの、あの花火を見る。見るね。良くない？いいよ。完璧だと思うんですよ。おしるこで温まってね。そうそうそう。いいね。さあ、もうちょっと足伸ばして、うん、もうちょっとこっちのね、お台場の中心の方に行こうよって。行くの？いいよ。でさあ、さっきのさあ、あれ、フォトスポットで写真を撮って。で完璧じゃん。完璧だと思うんですよ。完璧、お台場満喫できちゃうよ。そうなんです。いやー、やっぱね、この時期はお台場がおすすめですよ。おすすめですよ。こんな花火イベントがこんなにあるなんて、ね、私も知りませんでした。やっぱね、このね、シーサイドストーリーは役に立ちますよ。ぜひね、ぜひぜひぜひ、お手に取ってくださいよ。これは一応観覧場所が東京ビッグサイト、うん、会議のね、前、うん、広場なので、まあ、ここに来ないと見えにくいのかもしれないですね。さっきの花火は割とどこからでも見られるみたいに。そうだね、ここからも見えたしね、感じなんですけど、うん、ぜひぜひ行ってみてください。はい、私も行きたいので、もしかしたら私もいるかもしれないです。お、ありがとうございます。はい、では私からもやっぱりね、やっぱり夜景はやめられないということで、もうイルミネーションで行きましょう今日は。うん、今日はイルミネーション特集ということで6ページデックス東京ビーチのお台場イルミネーション夜景にということで、デックス東京ビーチ20周年記念ポンポンプリンバージョンということで、12月25日日曜日まで17時から24時までやっています。3階のシーサイドデッキのところですね。開業20周年を記念し、同じく誕生から20周年を迎えたサンリオの人気キャラクターポムポムプリンとコラボレーションしたイルミネーションを点灯しています。
期間中はポムポムプリンの仲間たちと一緒に写真を撮ることができるフォトスポットやオリジナル限定のグッズがもらえるスタンプラリーやクリスマスメニューなども実施していますということですよ。なんでポンポンプリンかと思ったらそういうことか。同い年ってことですね。同い年だから、ね、そう、ヒカルンとアーリーと同い年ですね。ああね、うん、私よりも年下ということで。そうでしたね、そうですね、よりも年下。ああ、なんでポンポンプリンなのかと思ったら、なるほど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 、私好きなんですよプリンちゃん。本当に？でも可愛いよね。言ったよ本当に。いや私もすごい小さい時にハマってた。可愛いよ、いろいろ。ハムハムでしょ、あなたは。でもそうだよ、そうだよ。私はハムハムだから。ハムハムでしょ、うん、私はハムハムだから。そう、うん、でも好きだった。好きだったの、うん、でも好きだったっぽいもん、なんか、うん、ポンポンプリンちゃんのこの仲間と一緒に写真を撮るのがちょっとやりたいです。そうだね、私もやりたいです。だからぜひレックス東京ピーチでもフォトスポットがありますので、こちらでもぜひお写真を撮ってみてはいかがでしょうか。まあ、言うとお隣だからね、さっきの。そうだね、すぐ近くだから。お隣なので、うん、もうどっちとも写真撮ってください。写真撮ってください。はい。はい、じゃあ次、ワニちゃん、はい。イルミネーションで行くと宣言したので、うん、ちょっと場所は変わりまして、15ページの。15ページ？この東京タワーのイルミネーション、うんうん、紹介したいと思います。ほい、じゃじゃーん、じゃじゃーん、東京ワンピースタワーとの初のコラボレーション。お、アニメワンピースに登場する冬に咲く奇跡の桜のエピソードをモチーフにした国内最大級のスノードームが登場。これ見たよ。私も見ました。本当？もうやってます、うん、11月3日から、来年の2月28日まで結構長くやってますね。ね、点灯時間は16時から23時。うんうん、これはもうね、会場言わなくても分かります。行ったらあります、東京タワーの下に。そう、正面玄関前。そう、なんか私最初行った時は、うん、お昼で、あ、てか MC で入ったから、うんうん、お昼に入って、ね、帰りに見たんですけど、時間的にめっちゃ綺麗、ね、綺麗だよね。だし、このなんだっけ、チョッパーが可愛い、うん、って感じ。なんかさ、写真撮った。写真撮ったの。そう、写真撮ったよ。だって一人だったんだもん。え、なんかね、なんかワンピースの格好したお兄さんがいて。え、撮ってくれんの。なんか撮ってくれた。え、その時だけなのかな、わかんないけど、いたよ。やっぱ、そう、そう、うん、じゃあ私もその人をゲットして撮ってもらいたい。うん、なんかいた。ちょっと一人で自撮りするには、うん、大きすぎる、本当に大きい。そう、大きいんだよね、すごい。なんだろう、どんくらい大きいって言えばいいんだろう。いや、たとえ…なんていうの、私幼稚園のプールこんくらいの大きさだって。例え方分かりづらい、それ。え、なに？どれくらいって言えばいいんだろう。どれくらいだろう。まだ幼稚園生がさ、だから20人くらい、もっと30人くらい泳いでも窮屈じゃないくらいだよ。バスぐらい？バスくらい。あ、バスくらい。うん。え、なんで幼稚園のプールって言ったか分かった。こういう感じだと、そう、こういうプールだと。もっと分かりやすい例えないかな。だからこの国内最大級のスノードームっていうのがすごいんですよ。そうだよ、最大級だからね。もうね、まあ、じゃあどれくらい大きいかは行ってみて、行ってみてください、確認してください。すいません。そう。それでは二川の幼稚園のプールはこんくらいなんだって思ってください。うちもうちょっと広がったよ、幼稚園のプール。あんまり、うん、マジですか。え、しかも幼稚園のさ、どうでもいいけどさ、うん、幼稚園の時、うん、水着だったプール。どうでもいいわ、すっぽんぽんじゃない。え、すっぽんぽん、うん、マジすっぽんぽんじゃない、幼稚園なんて。え、せめてそれはない。パンツは履いてる。私パンツ履いてた。パンツは履いてるな、うん、確かにパンツは履いてる、ここじゃないもんね。そうだよね、うんうんうん、そうだよね、うん、それ確認したかっただけ。何の話や、全くもう。どうでもいい。いや、きっとグアムに行ったんでしょ。そう、水着も来たんじゃないですか。水着来たよ。おおおでね、うん、まあ最後に、うん、ね、そう、最後にグアムの話もしたいけども、うん、まあ、ちょっとそれでね、関連付けて、あのね、イルミネーションからちょっと外れた宣伝をさせていただきます。これまさににゃんちゃんが紹介すべきものだよね。そうだね。私はまず7ページのダイバーシティ東京プラザと、あと12ページもね、後ほど紹介しますが、ダイバーシティ東京プラザでは、ん？うん、そう、12月25日まで
商品引き換えダブルチャンスキャンペーンをやってます。総勢4081名様に当たるプレゼントキャンペーンですね。え、そう、3階の西アトリウムビームスライツ前でやってます。2000円以上お買い上げごとにスクラッチカードを1枚贈呈、当たりが出たら豪華商品をプレゼントいたします。外れの場合でもダブルチャンス、外れ券を5枚集めるとガラポン抽選会にチャレンジできますので皆様ふるってご参加ください。そうで、1000円お買い上げごとに贈呈する抽選補助券2枚をスクラッチカード1枚としかも交換できるそうです。レシート等の合算はできません、ということです。で、一部対象外の店舗もあるそうです。でプラス12ページを開いていただいて、でそのプレゼントキャンペーンで当たる特賞がですね、なんと特賞石垣島旅行、ペア2泊3日の旅、そしてグアム旅行ペア2泊3日の旅が当たるそうです。パチ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 、私も行ったグアムが当たるんだよ。すごくない？すごい。これ語弊があるけど、どちらかね。そう、どちらかね。どちらか、どちらもだよね。そう、どっちもだね。でももちろんね、これを見てくださって当てた人はきっと陽子ちゃんが行ったグアムを選んでくれると思うんですけど、そう、この後の私の V できっと行きたくなるなって思ってもらえると思う。ワクワク、ワクワク。まあ、ちなみに私石垣島も行ったことあるけどね。あ、そうなんだ、うん、でもどっちも楽しかったよ。で、ちなみにその A 賞は主婦をサポート、キッチンの万人コースということで、いい、ね、炊飯器が当たります、あとはオーブンレンジ、こちらもどちらか選べるそうです。いや、これは特賞狙ってお買い物でしょう、そうでしょう、しかもさ、2000円ってよくない？え、だって2000円なんてね、なんかすぐだよ、ご飯食べてもすぐ、そう、洋服一着だって大体2000円以上するしね。そうで、2000円ごとにだから4000円買えたら2枚もらえるわけだ。そう、外れ券が出ても外れ券5枚ごとでガラポン抽選券にチャレンジできちゃうし、そう、お得だよ。これはこれはぜひぜひ、しかもね、4081名様に何か当たるんだからね、これはもうやってるのか。11月19日土曜日から12月25日日曜日までやってますので、はい、昨日セイリーさんが言ってたけど、昨日ブラックフライデー、で安い日、でそのな、まあ、余韻っていうか、まあ、この週末は安いだろうって感じだから、もう行くしかないね。行くしかないよ、ぜひ皆さん、ぜひ皆さん行ってください。買い物ゴーゴー、お願いします。イエイ、盛りだくさんだったね。盛りだくさんでした。その他にもたくさんのイベントが予定されていますので、このシーサイドストーリーを参考に皆さんもお出かけしてみてくださいね。ご紹介したイベントの最新情報は各イベントの主催者や各施設のホームページなどでご確認ください。お願いします。はい、はい、さて続いては、待ちに待った、待ちに待ったイメージガールのコーナーです。イエーイ、さて皆さん、前回のようこずアナザースカイの予告はご覧いただけましたでしょうか。ご覧いただきましたね。はい、私紹介しましたよ。そうだよね、ありがとう、紹介してくれて。本編まで一緒にできるなんて嬉しいですよ。あ、もうほんとありがたい。もうね、2週連続出演いただいてありがとう。はい、まあ、改めてこの企画を説明しますと、日常で気づいたことや学んだことを写真や動画などを交えてご覧いただいている皆様と共有する企画です。もうすぐ私たちはイメージガールを卒業します。そこで私たちは何か残したいと思い、この企画を提案しました。そこで私は先月グアムに行ってきました、はい、その旅で気づいたことやグアムについて皆様と共有したいと思いましたので、今回この動画を放送したいと思います。はい、素人が撮った動画なので、ちょっとね、温かい目でね、見てほしいよね。みんな温かいから大丈夫です。素人が撮ったからちょっとね、お見苦しい点もあるかと思いますが、温かい心で見てください。お願いします。はい、では VTR 行っちゃいますか。どうぞ。行くよ。
せーの、 VTR どうぞ。今日のゲストは河村陽子、第15期お台場シーサイドイメージガール。ラジオ番組やネットテレビのイベント MC などの盛り上げ役として活躍。そんな彼女が選んだアナザースカイは、海底火山が作った島グアム。日本から飛行機で約3時間、アメリカ合衆国の準州。平均気温は30度、一年中を通して常夏の島。主要な産業は観光業、農業、漁業。年間の観光客は100万人以上、そのほとんどは日本人。町のあちらこちらには日本語にあふれている。休む間もなく町を探索。ビーチに面したその町は観光の中心地。ホテルが立ち並び、大通りには巨大ショッピングセンターやレストランが立ち並び、陽気なスタッフが日本語でおもてなし。非日常の夜には魅力が盛りだくさん。静かな浜辺をホテルの明かりが照らす。我を忘れ感動の舞を披露。食べる食べる、お腹すいた。エッグベネディクト食べたい。うまい。全米屈指の美しい海、手つかずの自然と肌を合わせる。波の音にそっと耳を傾ける。やっぱりジェットスキー行きたくない。距離にして16キロ、恋人岬を目指す。ちなみに山手線の直径は6キロメートル。人生最大の危機が訪れる。スタッフは忠告した。
水中メガネを使えと。助けて、下ろして、やだ。そして事件は起きた。お分かりいただけただろうか。サングラスを海に落としたのである。なんとか恋人岬に到着。サングラスなくすし、海水目に入っていたいし、もう早く帰りたい。しかし海の洗礼はまだ終わっていなかった。え、早く動かないの？そう、俗に言う遭難である。助けは来るのか。ご存知だろうか、海上では日差しが強烈。やっぱり人の話は聞くべきだよね。タモン地区はトロリーバスで移動できる。もうお腹ペコペコ。いただきます。まーい。楽しい時間が過ぎ、ふと現実を思い出す。そこに陽気なバーテンダーがやってきた。彼は言った。今を大切に楽しむ。楽しめば見えてくるものもある。大切なことを気づかせてくれた場所、ここが私のアナザースカイ。ココナッツパンケーキ食べるぞ。バナナ、ココナッツミルク。食レポできなくてごめんなさい。美味しかったです。今回の旅で一番楽しみにしていたプライベートビーチに行きます。しかしビーチへ向かう途中、またもや事件発生。今どういう状況かと言いますと、プライベートビーチに向かってる途中なんですが、バスが止まりました。また遭難？昨日もしたのに。やっとの思いでたどり着いたプライベートビーチ。すべてが美しい。皆さんこんにちは。第15期シーサイドイメージガールのヨーコニャンこと川村ヨーコです。さて私は今どこにいるでしょうか。正解はグアムのプライベートビーチに来ています。皆さんご覧、そして白い砂浜。ちなみに今日の私の
最後に河村陽子にとってグアムとはどんな場所？自分を見つめ直す場所、それが私のアナザースカイ。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。あれ、隣のワニさんがいないって皆さん思った方もいらっしゃると思いますが、ワニさんは私のこの動画を見てグアムに行きたいと言って走って行ってしまいました。ということで後半は私一人でお送りさせていただきたいと思います。さてさて、この動画を作成するにあたり番組スタッフの方々に動画の編集やナレーションを手伝っていただきました。この場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございました。そして番組をご覧の皆さんにも、こんなちょっと素人が作った動画でお見苦しい点も多々あったかと思いますが、本当に見ていただき本当にありがとうございます。そしてですね、最後に河村陽子から、河村陽子のグアムのおすすめランキングをご紹介したいと思います。イエーイ。はい、ちょっと一人寂しいな。はい、ではですね、まずじゃじゃん、スポット編からいきたいと思います。グアムのおすすめスポット編、まず第3位、じゃじゃん、ジェットスキー。いや、まあ確かに私ジェットスキーで遭難しましたし、サングラスもなくしましたけれども、ちゃんとスタッフの言うことを聞いて水中メガネを使えばとっても楽しいので、まあ、皆さんぜひジェットスキーやってみてください。で、2人乗りと1人乗りがあります、種類は。はい、であとなんか、ちなみにですね、私はサングラスをなくしたじゃないですか、なんですけども中にはスマホをなくしたって人もいますのでまあちょっとそこら辺は要注意です。スマホなくしたって人もいるみたいなので、私はまだサングラスをなくしたぐらいでまだ良かったなと思います。はい、続いてじゃじゃん、第2位、タモンビーチ。タモン地区の中心にあるビーチなんですけれども、ここはプライベートビーチではないんですが、海と空がとっても綺麗で、正直プライベートビーチと負けないぐらい綺麗でした。もう正直プライベートビーチと間違えるぐらいすごい綺麗でしたよ。はい、とってもおすすめです。ホテル街の、ね、中にあります、こういったプライベートビーチではないんですが、タモンビーチというビーチですね。はい、こちらが第2位、おすすめ2位でした。続いて第1位がじゃじゃん、ココパームという私が行ったプライベートビーチですね。なんか私が動画の中で水着が透けてるだのどうのこうの言ってたけどまあギリギリセーフでしたよね、してるよね。そう、はい、第1位はプライベートビーチ、ココパームです。ここは行くまでにバスが止まったり嵐が襲ってきたりすごい大変だったんですけれども、ついてみると嵐も止んでいて、ダイナミックな自然の中、人がいない、とっても綺麗なビーチが最高でした。はい、ぜひこのプライベートビーチ、まあ、他にもプライベートビーチ、ココパームだけではなく他のプライベートビーチもあるみたいなんですけれども、まあ、ぜひ他のプライベートビーチなどもおすすめみたいですので、ぜひ行ってみてください。はい、では続いてじゃーん、グルメ編行きたいと思います。グルメ、やっぱりね、私ジェットスキーしたりちょっとね遊びまくりすぎてお腹ペコペコになったグアムの旅でした。はい、ですのでグルメ、おすすめグルメ紹介します。第3位、グアバカクテル。グアムのお酒って結構お酒がすごい強かったんですよ。私お酒すごい強い方なんですけど、結構お酒が強めだったんですけども、このカクテルは甘さもちょうどよくて結構最高でした。で、動画の中にも出てきたバーの店員が、今を楽しめって、今を大切に楽しめって言ってきたじゃないですか。そこの
バーで飲んでたのもガバカグワグワガワガワカプテガカクテル、そう噛んじゃった、そうそれです、はい、美味しかったです。はい、続きまして第2位がエッグベネディクト食べたーいって言ってたエッグベネディクトです。タラッタラな黄身がなったマフィンがとっても美味しかったです。日本でもエッグベネディクトありますが、グアムのはもうとろとろでもう最高でした。やっぱりグアムで食べてみないとこれはわからない味ですので、はい、ぜひ行ってみてほしいですね。はい、で最後第1位は何でしょうか。じゃーん、第1位はココナッツパンケーキです。甘いココナッツソースとふわふわのパンケーキの生地がもう言葉に表しきれないほど美味しかったです。もうこれはグアムで食べるしかありません。なかなか日本では見かけないですよね。まあそういった私のこういった簡単ではありましたが、私のグアムリポートで少しでも皆さんがグアムに行ってみたいなって思っていただけたら幸いです。よいしょ。はい、でグアムの詳細などは私のツイッターに詳しく書かせていただきたいと思いますので、ぜひこちらも見てください、お願いします。そしてですね、ちなみにさっき流させていただきましたようこずアナザースカイ、こちらですね、ようこずアナザースカイ YouTube にもうすでにアップされています。先ほどイメージカールのコーナーで放送させていただきましたようこずアナザースカイですね、もうすでに YouTube にアップされています。ぜひいいねボタンを押していただけたら嬉しいです。あのね、ちなみにこのようこずのここの間にスペースが必要、スペース必要なのでご注意お願いします。ようこずアナザースカイで検索してください、お願いします。はい、というわけでまあこれで私の一応これでグアムの旅についての報告は終了なのですが、皆様いかがでしたでしょうか。まあね、コメントもたくさんいただきましてありがとうございますね。ね、ナレーションは東山紀之ですかとかね似てました喜ぶと思います。そして陽子で終わり、陽子で終わる、陽子の夢劇場、本当に陽子で終わっちゃった、陽子一人で終わっちゃった、なかなかないですよね、一人で終わるてか一人でやる番組ってなかなかないかな。そしてやっと突っ込んでくれたカルビーさん、元バスガイドなの？そう、私ずっとバスガイドやってたんですけど、バスガイドやめちゃったんです最近。そう、誰も突っ込んでくれないなって思ってたんだけど、そうやめちゃいました。そう、でもこれからも頑張っていきたいと思いますので、どうぞ応援をよろしくお願いします。はい、というわけで番組の終了時間も迫ってきました。ここで明日の東京タワー TV の案内です。明日の東京タワー TV は午後3時からアコースティックユニットジャムスタンマジックのライブをお送りします。5時からはシンガー堀江純さんのライブをお送りします。7時からは双子ユニットアランヒルズのライブをお送りします。観覧は無料ですが、大展望台への入場料が必要となります。詳しくは東京タワーのオフィシャルサイトをご覧ください。そして本日この後東京タワー TV サタデーでは午後5時から小錦さん&千恵さんのライブ、午後7時からはニロさんのライブをお送りいたします。東京タワーのオフィシャルサイトからもリンクしていますので、ぜひお楽しみください。はい、そしてん？ようこずアナザースカイ DVD 発売？ようこずアナザースカイ DVD 発売しちゃおうかなコメントいただきました。あとね、ようこずアナザースカイじゃなくて、本当はねグアムに私写真集を作りに行ったので、今度写真集を製本したらまたここに皆さんにこうチラチラと見せに来たいなと思いますので、そちらの楽しみにしててくださいね。はい、そして16期、
もう私たちも卒業だ。うん、今私しかいないけど私15期シーサイドイメージガールになってもうすぐ1年になりますが、次の16期お台場シーサイドイメージガールのファイナリストがワチミ TV にアップされましたので、今されていますのでね、お気に入りの子がいましたらぜひワチミ TV に登録して拍手をしていただけたらいいなと思いますので、ぜひ皆さん登録して拍手してあげてください、お願いします。はい、ではですね、最後は私一人になっちゃったけど皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。どうでしたか。うん、あー、福友さんもコメントいただきました、ありがとうございます。あっという間の1時間でしたって、うんうん、よく一人で頑張ったはい、皆さんに楽しんでいただけたなら本当に今回の私の企画もこうやって皆さんに見ていただけて嬉しいなと思います。はい、ではこの辺で番組も終わりかなね。まあ、前半はワニカーマリもいましたが、後半は川村陽子でした。はい、それでは皆さん良い週末をお過ごしください。それでは